このタイトルコールいらないよね。ドリエル！ゴモ、アンダーテール続きやっていきましょう。前回はですね、トリエルと悲しいお別れがありました。そしてその後、クソ滑りスケルトン兄弟に出会いました。温度差がすごすぎる。だが俺はもう笑わんぞ。スケルトン兄弟のギャグにもう笑わんからな。キヨッペ、今日も頑張っていこう。コツコツ頑張っていこう。コツコツと骨だけにっつって。おい、前回ここら辺までやってたよね。おい、来たな敵が早速。凶暴にジェリー、ジェリー誰？ちょっと待って、とりあえず新しいキャラは分析したいから、ジェリーアタックゼロの ディフェンス 30、ガチガチな防御型ドラシエルか。急に俺はベイブレードで例えるよ。お前ドラシエルタイプだな。ちょっとした有名人なの？ネットで有名、自称インフルエンサーぐらいあるってこと？フォロワー1万ぐらいの、攻撃時間が2秒伸びる。なんだそのしょうもないの。寒くね？俺だけ？あ、ちょっとこいつ偉そうで嫌いだな。え、何？うわわわ、出た出た出た。この攻撃、これさ、あれだね、攻撃のパターンってさ、なんか何パターンかに分かれてるから、あ、このパターンが来たらこの動きだっていうのを覚えておいた方がいいのかな。ジェリーは手についたスナックの粉をちょいるいるやだこいついるわこういうやつジェリー置き去りにしてみよう。よそ見をしている隙に他のモンスターと一緒にバックでたどういうことだよ。凶暴逃がしちゃって、ここの Wi-Fi 使えねえ、めんどくせえやつだなお前で、行動でジェリー置き去りにして、で、これで逃げれたんじゃない。あ、オッケー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 。いや、凶暴いるけどね、まだうっすら。ジェリーもよく見たらいるな、さらにうっすらでいんな。で、これ下行きまして、いや、仲間とかどうなんだろうね。俺サンズかパピルス仲間になる気がするんだけどな。これでなんなかったら俺最後まで一人だよな、きっと。キヨッペ一人旅だよな。まあそれもそれでいっか、一人の時間好きだし。夜中3時ぐらいに、あ、なんか誰かと喋りたいなみたいな、そういうのないからな俺。寂しいってならないから。全ての罰を丸に変えた後スイッチを押すこと。あの、もうちょっと難しくしてもいいんじゃないかなって俺思うんだけどね、パピルス、もうちょっと難しくしてもいいんじゃない、ここまで来たら。なんかもうゴミ問題なのよ、シンプルに。あ、パピルス、何？俺様の罠をどうやって回避した？いや、うん、罠。これ罠なのか。もう答えが書いちゃってるぞ、ヒント答えになってんのよ。しかしそれより、俺が食べる分は残ってるのか？俺が、スパゲティあったな。そういえばスパゲティあったな。なんか食えなかったスパゲティあったな。いやでも食ったことにしよう、残ってないぞもう。本当に？はぁ、俺様が作った料理全部食べてくれた人初めてだよ、アパピルス。なんかわかんねえけど俺はお前のことを憎めねえ。よし、心配には及ばん。マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタを茹でてくれるわ。はははは、はいはい、早に。なんだその笑い方、早にってなんだ。じゃこのまま進んでっていっか。さ、パピルス近いな、だいぶパピルス感覚が近いな。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。嘆かわしい。俺様は時々思う。俺様みたいにイケてる弟がいなかったら兄ちゃんはどうなってたことか。にゃはは友達なんもうねえ、パピルス、目の前に人間いるのよ。もう、と、ひっ捕らえるんじゃなかったの。もう、会話友達なんもう進むよ俺。パピルス、後からついてくんな人間。ね、実はね、うん、貴様がなかなか来ないから、このパズルを改良しておいたぞ。雪の塊を動かして俺様の顔みたいにしてやった。しかも雪は凍って固まってしまったぞ。だから当然答えも変わったということだ。ああ、そう、ちょっと、でもなんか見た感じちょっと難しくなってんな。その上、怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかというとだな、まったく心配には及ばんということ。何を言ってんだこいつ、さっきから一人で。お前は一人でベラベラ何を言ってんだ。偉大なるパピルス様がこの謎を解いてやる。解くな、お前。解くな、せめて俺が解く。お前が解いたらもう謎を設置した意味がねえんだよ。そして二人で
一緒に先へ進もう仲間じゃんこいつ絶対仲間になる。パピルスは絶対に仲間になると思うな。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にチェックしてみてるから。あ、これで多分だけど、分かんなかったら全ての罰を丸に変えた後、これ一緒だね。分かんなかったらパピルスに聞けばできるって。でもなんなの、どうした、なんでお前ちょっと様子気になってんだ俺のこと。あー、上から一筆書きみたいに行けばいいってことなのかな。でも絶対重なる地点があるから。でもこれさ、スイッチ押したら戻れんじゃなかった、これ戻れるから。すいません、マイクが切れてました。焦ったー、久々に焦ったわ。で、一応どこまで動画撮れてるか確認したら、ごめん、ちょっとだけ進んじゃった。丸二つ分進んじゃったんだけど許して。こっから一筆書きの要領でやっていけばいいから、ここまではいいでしょ。で、真ん中右から行っちゃいけないから、こうか。いや、なんか難しくないな。難しく見せといて、パピルスいつも難しくねえな。俺、あとね、マイクの波形気にしながら今ちゃんと声が取れてるか、チラチラマイクの波形気にしながら今撮ってるからなんか、みんなからしたらあんま大差ないんだけどさ、俺すごい集中できないどうした、ヒントが欲しいのか。あ、ごめんなさい、スイッチ押してなかったわ。このパズルを見ていて俺様は気づいた。これを解くには、お、解くには、そっか、ヒントくれる感じなんだもんな、パピルス喋れば。全ての罰を、ま、よし、簡単だから進む。やった、解けた、俺様のアドバイスのおかげだ。わーい、ポジティブだな、お前は。ずっとお前ずっとポジティブだな。ちゃんと見てたか、俺全部丸にしてから話しかけてんだぞお前に。素晴らしい、実に見事だ。さては貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはずだ。あ、でもな、こうやってパピルスと話すっていうのは俺はもうなんか好きになってきちゃってる。俺こいつのこと気になってきちゃってるかもしんないわ。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。にゃーははははイカレ骸骨イカレ骸骨なあサンズ、お前パピルス面白いやつだな。あっという間に解いたな、お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。お前助ける気ねえだろ、もともと。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。もうほんとそうだよな、なんか適当で何もしたがらないお兄ちゃんと、なんか気合だけは入ってるけど、ちょこちょこ空回る弟みたいな感じ。いいよな、いい兄弟な感じするわ。おっと、なんかちょっと違う雰囲気の場所来たな。お、来た、さっきの人間だ。いや、さっきの人間だも何も短い期間で合ってるよパピルス、特にお前は。まあ、今日何回やった、結構なペースで合ってるよ。もう貴様は絶対にこのパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名なアルフィー博士が発明したんだからな。誰だアルフィー博士、出てくんのか後々に。てか出てこいよ、出てこなかったらアルフィー博士って誰だったんだろうって思いながら俺アンダーテール終わることになるから。この灰色のタイルはスイッチを入れると色が変わる。おお、なるほどね。なんかそのスイッチの色、タイルの色によってみたいな、いけるところとかが出てくる。ああやっぱそう、あ、いいな。なんで急に本格的なパズルゲーム出してきたねえ、今まで言っちゃ失礼かもしんないけど、今までゴミ問題だらけだったのに、なんで急にそういうの出してきたん。アルフィー博士だから。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止。あー、それ以上進めないってことか。つまり通れません。黄色いタイルは電撃ショック、踏むと感電するぞ。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。あー、なるほどね。それらを避けてって多分行けるルートを多分俺のこんな多分ポンコツパピルスのことだから多分行けるルート多分作ってくれるんだろうな。何も起きないルート作ってくれそうだもんなオレンジ色のタイルはオレンジの香り、踏むと体が美味しそうな匂いになるぞ。あー、まあ、何も効果ねえじゃねえかそれ。青いタイルは水のタイル、泳いで取っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっていると、お、
体がオレンジ、オレンジのタイルを通った後ってこと？ピラニアが寄ってきて噛みつくから注意だ。あ、そういうイベントもあんのね。それと青いタイルが黄色い、うん、多いね。情報量が多いな。情報量がえぐいぐらい多いな。いや、言っちゃえ失礼かもしれないけど、青いタイルぐらいからもう何言ってんか全然頭入ってきてないわ。赤いタイル通れません。オレンジのタイル、オレンジの香りです。あとなんだっけ、あとなんだっけあとなんだっけあ、電撃ショックもあったな黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。あ、黄色いタイルが電気だから、その青いタイル水みたいな感じだから流れるってことなのかな、感電で。紫のタイル、もういい、もういいよパピルス、ストップストップストップパピルス、もういい。紫のタイルはツルツル滑る、踏むと隣のタイルに強制的に移動してしまう。ああ、なるほど、そこの紫のタイルには立ち止まれないと。ただしツルツルの元になる石鹸はレモンの香りなのだ。レモンの香りは何色のタイルなんだ。レモンの香りは、ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということ。紫と青を組み合わせればレモンの香りになるってことなの、ファビルス。そういうことなの、ファビルス。そして最後にピンクのタイル、まだあんの、まだあんの。メモった方がいいのこれ。ピンクは踏んでも何も起こらない、だから好きなだけ踏むといい。どうだ、わかったか。説明を理解できた。これでわからんってたらもう一回説明するのかもう一回説明出してみようかそっか、ではもう一度いいいいいいもういいもういいもういい。あ、なんかコンパクトにまとめてきてない。黄色いタイルは感電するから危険、青いタイルは踏むとモンスターと戦闘になって、緑のタイルは水のタイルで、緑のタイルなんてあったっけ、水のタイルって青のタイルじゃなかった、青のタイルが水のタイルじゃなかったっけ。オレンジのタイルはオレンジの香り付きでしょ、オレンジを踏んだら緑、オレンジを踏んだら緑は踏むな。そんなのさっき言ってたか。なんで緑のタイルはなんだ、茶色のタイル。待って、茶色のタイルはなかった。おいパピレス、二度目の説明でお前もごちゃごちゃになるな。紫のタイルはレモン、紫のタイルはレモンの香りだったっけ。そういえばどうして黄色がレモンの香りじゃないのかな。うん、待って待って、緑と青の説明逆だったかも。いやそうだよもういいってもういいよバカアホね、あ、青の方が水だからね。でピンクのタイルは、ピンクなんだっけ。いやピンクはなんもねえんだろ。あ、そうだ、ピンクは踏んでも何も起こらない。よしよし、どうだ、これで少しは理解できたか。いやもういいよ、もう分かった分かった。いや余計分からなくなったけど、もう分かったでいいよ。よし、では最後に大事なことを教えよう。このパズルは完全にランダムに生成される。俺様がこのスイッチを押せば誰も見たことのないパズルが誕生するのだ。まあ大体ランダムなんじゃないのか、そういうのって。だから答えは俺様にもわからん。あー、さっきのパズルのタイルの効果を覚えておけばいいってことだろ。でもにゃっはっは覚悟はいいか。起きました。大丈夫なのが、赤通れないとピンク通れる、黄色感電、黄色感電でも青と黄色が隣り合わせだったら危険だっていうことだよね。なんかなんとなくわかった、なんとなく予想できたおいパピレスなんとなく今なんとなく今あれトゥルルルってなってる時、もしかしてこれ全部ピンクになるんじゃねえのかっていうくだらんね、全部時間返せ、アンダーテール今の時間全部返せ今でもじゃあちょっと上回ってきたのは、ちゃんと赤も用意してるところだね。ちゃんと赤用意してる。俺今一面ピンクになるんだろうなって今途中思ったもん。なんか一回無言になんなかった俺。あ、これもしかしてこれ全部ピンクになるんじゃないかなって思ったわ。さっきのスパゲティだけど、パピレスにしては上出来だったんだぜ。いやスパゲティの話じゃねえだろ、このままのパズルの話しろよ。料理を習い始めでだいぶ上手くなったんだ。来年にはきっと食べられるもん作れるようになるよ。それだけ？あ、さっきのスパゲティ、ここのなあ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 、サンズはこれ見てどうも思わないの？赤とピンク、このなんか
ここのランダム性おかしくねえかみたいなさ、アルフィ博士ちょっと頭おかしいのかなみたいになってくるけどな。おお、急に全然知らんキャラ、なんかもう気になってしょうがねえやつがいるな。犬はぼんやりと雪を見つめている。彫刻が出来上がるのを待ってるようだ。いや早すぎ犬、多分あと3ヶ月ぐらいかかるぞきっと彫刻できるのに。犬早いって絶対。中を覗くと床に犬印レーズンの箱が見えた。基本的にこういうのって鳴らせないのか。犬に注目、なでなでしてくだちい、くだちい、なんかムカつく言い方だな。なでなでしてあげたいな。ここはできないのか。まあでも犬の敵だったっけ。なんだあのおしゃれっぽい、おしゃれでダサいやつがいる。なんだあいつ。ちょっと待ってね。ここ、あの犬は完璧な生き犬が完成するまで決して諦めないだろう。ああ、まあそうだろうね。ずっと楽しみに待ってるもんな。そう思ったら決意がみなぎった。は？は？そう思ったらって何？君は？あの犬、芸術家のつもりらしいけど。あいつが作ってんの？あいつが作るんだ。待ってるんじゃなくてあいつが作るんだ。アイデアが浮かばないみたい。脳みそが豆粒ぐらいしかないんだから無理もないわよね。お前なんで悪口言うんだ。豆粒みたいな、脳みそ豆粒みたいな、そういう悪口言うね。お前もっとポケットに手突っ込んだよ。お前あれだろ、シャツインのパターンだなそれきっと。下のパンツにシャツインのパターンだな。いるよな、本当にかっこいいやつとかしか似合わないからね。待って、これもしかして氷取ってくるじゃない。なるほど。あ、好きよ。俺こういうの結構好きよ。待って、これ一回リセットしたいな、リセットしたいな。通っちゃった。待って、これ通っちゃいけないから、これ通っちゃいけないのよ。リセットしたいな。ちょっとこれ戻ればリセットになるのかな？戻って、あった。あれじゃん、ポケモン金銀のなんか氷の抜け道のところじゃない？それと一緒じゃない？これ大体ね、ゴールから辿っていけばいいのよ。で、真ん中に最後に到着するように行く。で、真ん中からは多分次下でしょ？で、真ん中下、左、右だな。真ん中下、左、下、右。ぐるん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 、はい、わかった、ここだ。こういうのはね、大体ね、もうなんとなくでね、行けばわかるわかる。はい、合ってる合ってる。で、あとは円を描くように真ん中に。天才だな、天才、天才。あー、やっちゃったこういうとこあんのよね。今もう押せてると思って丸が松のままみたいな、こういうとこあんで、お茶目だよな、ほんとに。こういうところ俺大好き。雪の塊だ。赤いマーカーでサンズと書いてある。こっちサンズが作ったやつで、こっちパピルスか。あー、しっかり作ってんな。なんかいいな、お兄ちゃんと弟のその性格が出て。サンズ、お前はもはやそれ作ってないぞ。はい、オッケー。これで丸通ったから、オッケー。で、道がなんか怪しくない？ちょっと怪しいゾーン入っていきそうじゃない？これいいの、こっちで。あ、なんか滑ってってる。あ、滑ってってんだそこ。おー、頭に雪乗っかってたな。降ってきた雪積もったんだ頭に。で、右、こっちは、うわ、でも下もあったけど、とりあえず見てっか。これは雪もふだ。なんで雪もふって。そしてこれは雪もふだ。いや、もうさっき聞いたわ。で、これも雪もふだろ。一方これは雪もふだ。くだらねえくだらねえ。全部その流れで雪もふのパターンやんの？全部その流れで雪もふやるよね。返事がない。ただの雪もふのようだ、屍のようだみたいに言うな。なんてちっぽけな犬小屋。失礼な。別に立派な犬小屋だけどな。雪も札だ。適当になんな。思いつかなかったのか、ここの時。な、雪も札だ、知ってんだって。これは本当に雪も札だろうか、疑問を抱かないで。雪も札だから、それ大丈夫よ。見よ、雪も札だ。自信持ったね。ストーリー性があるのかな、雪も札の。おや、中から30ゴールド出てきた。これは何だろう。金の、いや、ユキモフじゃねえんだ、そこ。金、お前もしかして盗んだんじゃないか？これはユキモフだ。何事もなかったかのように。そしてラストユキモフか？なんだ？ユキモフ、ワンコ？ワンコ？かわいい。ワンちゃんがかわいい。おいおい、なんだ、なにそれ？どう？ちょっとやめ。どういうこと？え？怖い怖い、ちょっとタイム、怖い。ユキモフじゃないの君。グレータードッグ、ちょっと待って、インパクトありすぎんのよ。
何、なんかさ、普段可愛らしい格好なのに実はムキムキでしたみたいな、ビスケみたいになっちゃってるから、ビスケみたいになっちゃってるよ。よく見たら、腕の、なんか腕輪みたいなのと槍にもちゃんと顔ついてる。それ、ね、3人で1人みたいな感じ、そんな感じなのかな、グレータドッグ。まず分析するか。アタック15のディフェンスあっち、興奮しすぎて戦いと遊びの区別がつかない。いや怖いのよ、なんか人のことを躊躇なく殴れるやつみたいになっちゃってるから、殴ることに何の躊躇もなくさ、もうボコっていくやつと一緒よそれ。飛んでくるぞ、わん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 、かわいいな、技かわいい。熱心にこちら見合ってる。ということは戦いたくはないな、行動してあげたいな。なでなで呼ぶ、遊ぶ、無視する、呼んでみる。グレタドッグ、グレタドッグ、グレタドッグが飛びついてきた。顔によだれが、あ、なに、そのまま来たの、その巨大な鎧ついた状態で飛びつ、死ぬ、なんだ、あ、これ動かない、そのタイミングで青から白に変わるのはいやらしいわ。グレータードッグは愛情を求めてる。あ、なるほど、愛情を求めてんだったら遊んであげる、撫でなでしてあげればいいか。ワンちゃん撫でなでって言ってたもんな。グレータードッグは撫でられると膝の上で丸くなった。あ、かわいい、かわいいな、グレータードッグ。グレータードッグはすっかり、あ、眠っちゃった。巨大鎧グレータードッグ。こんな巨神兵みたいなやつが。やっぱ中身は犬のワンコのまんまなんだね。寝てる。起きた、テンションがめっちゃやべえ、やべえ、めんどくせえやつ。起きた時にテンション高いやつはめんどくせえやつだな、珍しいパターンだな。あ、来た来た来た、白になる、青になる、よし。グレータドッグは前足で地面をトントンしてる。あ、なんか遊んでほしいとかそういうことなのかな。遊ぶ、雪玉を作って投げて、立ってこーい。雪玉は地面に当たって砕け散った。グレータドッグはあたりの雪をかき集め、こちらへ。なんでそんな君かわいいの、グレータドッグ。なお前かわいいな。犬はクタクタになった。お腹の上に頭を乗せて、え、でもこれ、待て、青に変わる。あー、今のタイミングダメなんだ、今のタイミング。最後のままで待ってていいのか。グレータードッグはスキンシップを求めている。いいよ、だったら遊んであげよっか。いや、スキンシップだったらなでなでしてあげよっか。犬をなでた。犬は全体重をかけてのしかかってきた。死んじゃうんじゃないのかこれ。俺はあのね、イメージがね、ずっとチワワとかさ、ポメ、チワワとかポメとかさ、あのミニチュアダックスンドとかそこら辺で遊んでるイメージに思っちゃうんだけど、見てお分かりの通り巨大鎧グレータードッグなのよ。動きにくい。しかしまだまだ撫で足りない。もっと撫でてあげればいいの。あ、わ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 、死ぬ、わ、わ、待って待って待って、あぶね、冗談じゃ済まされなくなってる。現在 40%。 待って待って、スパイダーノアンス使おう。スパイダーノアンス使って、危ない危ない。で、ワン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 で、ここ白、あ、ナイス、ここだな、ここ完全に 40% だから、これ撫でてあげればいいのかな。ひたすらにとどめの人なので、撫で撫でゲージ 100% に出した。誰が決めてんだそのゲージ。犬は前足を宙に投げ出し追いかぶさってきた。ワン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 、白になる、青になる、ここだな。グレータドッグは満足した。あ、来た、見逃しとけよ、また来た。よっしゃ、こと結構金持ってんなグレータドッグ。何だった、あ、なに、どうした、舐めてる、あ、かわいい、逆よ、逆逆逆。え、今の時間何だったの。ねえねえ、俺グレータードッグ、グレータードッグ、あ、すごい、取ってこーい、あ、舐めてる舐めてる、あ、逆逆、何あの時間、この、え、何、アンダーテールって本当あれよね、俺たまに思うけど、何の意味もない時間をひたすらに生み出し続けてるよね。全部に突っ込んでたら俺死んじゃうんじゃないかなって思うもん。こんな、俺ただでさえ無駄話多いのよ、めちゃめちゃ。一生終わんねえのよ、アンダーテールが。なんかいんな、なんかいるぞ。待て待て、これさ、もう壁全部壊して、壁全部ボロボロボロって壊して、あの巨大鎧グレータードッグ軍団とか出てこないよね。もう俺怯えちゃうから。こっちは何なの、お、何なんだ、あ、敵か。さて、誰、ギフトロッド、なんかため息ついてるけど、どうした、分析しよう。アタック16、ディフェンダー8、若者たちのいたずらで飾り、あー、かわいそう、あー、なるほどね、全部飾り付けられているっていうのは角とかに飾り付ける。グレ、なんかワンコいない、ワンコいないか。飾りを外しておくれ。なるほど、了解しました。飾りを外してあげれば、どれだっけ、あー、動いちゃったか。飾りを取ろうとしたが無駄だった。飾り取ってあげればいいのか。あ、取った、戸惑っている子犬を外した。少し楽になったの。うわ、楽になった割に攻撃がすごい早い。
攻撃早いね。だったらこれもう飾りを2つ、あ、チキンナゲットが詰まった靴下外した。なんかやだな、なんだチキンナゲットが詰まった靴下って。少し楽になったの。はいはい、真ん中 OK。 ギフトロットの苛立ちが少し収まった。これまだ逃がせないもんな。ひたすらに、あ、まだ取ったな。幼い頃のお笑い蝶が親鳥と並んで写っている家族写真を外…いいいいいい、あのさ、若者にいたずらで仕掛けられたプレゼントを外したでいいのよ。あ、幼い頃のお笑い蝶の親鳥と並んで写ってる家族写真ねってならないから俺全然。あ、あれねってならないから。頭ずいぶん軽くなった。悩みの種から解放された。逃がしてあげるよ。もう若者にいたずらされんなよ。守ってやるからな。無理だけど。で、お、なんか謎の洞窟が、お、ちょっと神秘的な感じのところ入ってきたな。ここは何があるんだ？あ？扉だ。見りゃわかるわ。入れない。これ何？あ、わかった。消すんだ。扉だ。違うんかい？待って。なんかこれ絶対ヒントあるよね。これ絶対ヒントあると思うんだけど、こことここだけつけるみたいな。じゃない？扉だ。あ、これ一生わかんないわ。多分後々来るんじゃないかってことで、一旦後回しでこっち見よう先に。おー、橋があって、なんか怪しいな。怪しいな、ここ。落とされんじゃねえか、ちょっと。この高さ、なんか奥いいね。すごい巨大な湖に一個だけポツンと林、なんかちっちゃいですよ島。おー、出た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 。久々に感じる。なんかいいか人間、最後のゲームだ。こいつはこれまでで一番危険だぞ。見ろ、恐怖の死刑執行マシーン。いいね、死刑執行マシーン。この橋がってこと？おほほほほほほ、いいね。いや、まあ、ワンコいるのよ。ワンコ、あのワンコ何？あのワンコ、いや、かわいいな、あのワンコ。あのワンコかわいいな。他の武器は確かに危ない。俺がやれと一言合図をすればたちまち動き出すのだ。大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。すべての凶器が容赦なく攻撃を始めるぞ。この仕掛けを生きて突破することはまず不可能。覚悟はいいか？いいなら行くぞ。どうすんだろうこれ。これ多分不発に終わるとか、多分な、当たんないんじゃないかなと思うわ。全部なんか切り刻むとか言ってるけど、全部なんかそのまま下にピューンと落ちてっちゃうんじゃないの。いよいな、いっせーの。あんまいないよ敵キャラで、いっせーのっていうのな。あパピルス、あんまいないのよ敵対してるやつが。いっせーのって言って攻撃仕掛けてくるやつは。俺も、あ、いっせーの出てくるんだ思っちゃうから。本当にやっちゃうからな。これ中に動けんのか俺は。あ、動けるわけでもない。確かに大砲あって火もある。動かないぜ。故障かな。ちっけな。今合図するところだ。いいよパピルス、全然いつでもいいよ。一応俺も準備してるからいつでもいいけど、今なんか3人でなんか久しぶりに会った感じになってるよ。なんか喋ることあるはずなのにないみたいな、なんかなんとも言えない空気の沈黙だったよ今。まだ全然動いてるように見えないぜ。いや、やはりこのゲームはなんというか、そのあっという間に決着がつきすぎる。そうだもん、こんな装置は全然ダメだ。俺様は誇り高きスケルトン。俺様のパズルは全部フェアプレー。例の罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし、だがこの装置は安直すぎる。うん、品がない。えい、やめやめ。いや、パピル、パピルス、パピルス、お前俺に情が湧いちゃってないか。なあパピルス、俺はお前のことが気になってしょうがなくなってるよ。お前も俺のこと気になっちゃってないか。なあ、ヒットライルって言ってたけどよ、今絶大なチャンスだったぞ絶対に。ふん、なんだ、何を見てる。またしても偉大なるパピルス様の大勝利だ。にゃ
パピルス？あいつ、パピルスは仲間ルート決定なぐらいのさ、なんか扱われ方してるよな。でも意外とそう見せかけてサンズなのかな。あいつ、今度は何するつもりかな。オイラにはさっぱりだ。一つ言えんのは、青い攻撃のこと思い出せってことだな。青い攻撃、動くなってことだよね。青い攻撃はなんでこのタイミングで言ってきたんだ。なんか大事なのか。とりあえずこっちに行こうか。進んでって、お、あ、なんだ、なんか全然違うところ来た。ウェルカムトゥスノーフル。あ、なんかスノーフルってなんかの看板で見なかったっけ。ようこそスノーフルの町。あ、町、俺町に来たの。裏側になんかいない。もうなんかさ、もう裏側になんかいないかとか別に見る必要もないことをやってしまう。スノーフルの町、まあ町は敵は出てこない。うわ、なんかいいね、こういうなんか町。あ、いい、なんだあいつ、なんか町の、うわー、いいわこういう感じ。なんか全くないと思ってたから町とかちゃんとあるんだ。明るい雰囲気の街を目の当たりにして、決、わかるよ、これは決意みなぎる。キヨッペ、今回だけは認めてあげよう。俺も一緒、一緒よ、同じ気持ちになってる。明るい雰囲気の街見て俺もね、決意みなぎりました。異次元ボックス使うか。あー、バタースコッチパイはちょっとしまっておこう。間違って使っちゃいたくないし、俺はこれ最後まで取っておきてえからな。これでいっか。ちょっとショップ入ってみていい？いらっしゃい。何か探し物かい。買う、売る、話す、出る。228ゴールド。丈夫な手袋。勇ましいバーダナ。ぶん殴れ。攻撃力が5アップってこと？なら、5アクション。いやー、今、そっか、武器持ってるから今のよりは2アップってことね。これさ、ディフェンス、ガードつけといていいんじゃねえか？バビッコ、11HP×2。22回復って、あ、2度おいしい。22回復すんのか、2回使えんのか。シナモンキーは 22HP 回復。バビコ欲しいな。これバンダナも買っちゃおう。バンダナ買って、バビコも2個ぐらい買っちゃっていいかな。で、アイテム欄1個開けとくか。売るのは？なんだって？物を売りたい？ここは質屋じゃないよ。あんたの地元じゃどうなるかは知らないけどね。僕、綺麗だの、使用済みの包帯だの、いちいち買い取ってたら、うちは商売上がったりだよ。なんか、もうすいませんね。別に、なんか、ただ、ショップもそんな感じなんすか？ショップもたくさんいろんな要素入れてくるんすね。売るってやっただけであんなに言われるの俺。話すか。あ、いっぱい話せる。仲良くなろうぜ。おしゃべり、付き合うよ。どうも。スノーフルへようこそ。この街によそから人が来るなんて、ずいぶん久しぶりだね。あんた、どっから来たの？都かい？観光客って雰囲気じゃないけど、連れはいないのかい？人間だっていうのはわかんないのかな、見て。それはわかんないってことなのかな。おすすめスポットは？この町のおすすめスポットかい。お腹が空いてんならグリルビーズ、調べのなら図書館。グリルビーズ、あ、食堂とか図書館とかもあるんだ。くたびれてんなら宿屋で一休みするといいよ。この店のすぐ隣さ、私の姉さんがやってんだ。退屈なら表に出て骸骨コンビの漫才でも見物する。あ、もう漫才って言われちゃってんな。なあサンズとパピルス、お前ら漫才って言われちゃってるよ。あの二人多分兄弟だと思うけど、ある日突然現れて偉そうにし始めてさ。そうなんだ、突然出てきて偉そうにしてんだ。まあ、そんな感じじゃなかったけどな。ま、おかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。うんうん、絶対このお店の、うん、あんたの方がすごい強そうに見えるよ。めちゃめちゃ強そうに見えるよ。で、歴史は？歴史の授業で習わなかったかい？何をだい？昔モンスターたちは森の遺跡に住んでいましたってさ。あー、人間たちと、でも人間たちとのさ歴史は書いてないのかな。その図書館でそういうの見そうだな。なんかありそうだな。でまあいろいろあってみんなで遺跡を出てさ、洞窟の出口の方を目指したのさ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入ってね、そのまま住み着いたってわけさ。あー、そういうことなんだ。そういうなんか種類に分かれて住んでるところが違うみたいな感じか。そうそう、遺跡に行ってみようなんて考えても無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたっきりさ。お化けになるか地面に穴でも掘らない限り中には入れないからね。あー、トリエルのこととか知ってんのかな、みんな。どうなんだろう、さすがにもう知らない、顔見知りとかではないのかな。それぞれ住んでる町の人たち全員のこと知ってるって感じでも。そうだよな、サンとパピルスのことも全然知らない感じだもんな。
これといって特に変わったことはないね。ちょっと狭っ苦しいのは確かだけどさ、でもみんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るってね。そうだよな。そういうなんか考えっていうのはいつの時代もどんな種族でも変わんねえよな。いつかきっとこうなれるっていうのを信じるっていうのは大事よな。そうやって希望を持ってる限りしんどくたって耐えていけるってもんさ。人生ってそういうもんだろ。おお、いいこと言うじゃん。いいことも言うじゃん。しょうもないギャグだけじゃねえじゃん。いいこと言うじゃん。これはなんか、あ、同じか。じゃあここでって、ま、雇やって言っても俺なセーブポイントで回復できてっからな。またよろしくね。ありがとな、また来るかも。いいな、なんかみんないい人、いい人そうだな。セーブしたけどまたセーブするからね俺は。でこっち、あ、これ宿屋か。お姉ちゃんつってたよな。こっちは眠るとね最大 HP より多く回復するんだってママが言ってたよ。あ、子供がいるんだ。家族がいるんだね。最大 HP って何？最大 HP っていうのはね、自分の体力のことだよ。それぐらい分かっとけバカガキが。はい、行きますよ。いらっしゃいませ。高級ホテルスノーテルへようこそ。一晩80ゴールド。でも、え、見栄張った方がいいのここって。でも体力満タン、でも体力満タン以上に回復するって。はっ、80、ちょっと考え、ちょっと、はい、ちょっと考えてもいいですかね。すいません。部屋、ちなみに払ってないけど上って言ったり、あ、できない。そうっすよね。8 148号、100、まあ、せ、100、高くない。高くない。でもな、一応見てよな、なんかイベント起きるかもしんねえもんな。セーブしてるし、何にも起きなかったらもうセーブ前に戻せばそれでいい気がする。止まろう。では親の鍵をどうぞ。あったかくしておやすみなさい。まあでも体力が、うるさいな。うるさい。いや、まあでもいびきに関してあんまうるさいとか言いたくないけど、うるさいな、いびき、うるさいな。しん、シン、シン、聞こえて、いやもうさ、あんな気持ちよく、俺が、ね、悪いのか？なんだこのイベント。おはようございます。その様子だと、ぐっすり眠れて、寝れなかったよ。全然寝れてないのよ。なんだったら、うつ伏せで寝ちゃったからこっち。仰向けじゃなく。よかった。だって、2分と経たないうちに降りていらっしゃったから。いや、2分と経たないうちに降りていらっしゃったんだったら寝れてねえのよ。料金をお返しします。お代は一晩泊まるときにいただきますね。あ、いいの？あ、え、嘘。あ、やった！お金払ってね。あ、体力勝手に10アップしてる。やった。ごめん。ごめん。10ゴールドぐらい置いてこっか。ごめん、10ゴールドぐらい置いてこっかな。ごめん、いびきが結構すごかったのよ。でもあんな3人で寝ててさ、あんないびきかくって絶対楽しい一日だったわけじゃん。だから俺も邪魔したくないから帰るね。あのなんかさ、隣の部屋の方から文句言われてるのでみたいな感じに、その空気になってほしくないから、せっかくだったら楽しいままでいてほしいから。これはなんだい？町の端っこまで歩くのが面倒な方へ。トンネルをお試しください。え、何？入っていい？うわ、おお、なんだなんだなんだ。おお、なんか変なやついたら。あ、結構、お、いいね。これどういう移動システムになってんの？中身。なんかな、見せてほしいよね。どういうシステムなのかっていうのを。なんか透けてればいいんだけどな。トンネルが透けるとな。透けるトンネル。スケルトンなっつってね。どう？今ちょっとさ、高度じゃない？まさかこっからスケルトンに行くと思わなかったんじゃない？スケルトンネルでスケルトンに行く、誰も行くと思わなかったんじゃない？わかる？サンズとパピルスに教えてやんなきゃいけねえな。本物のギャグってこれぐらいのクオリティなきゃダメよって。君は誰だい？あそこに立ってる女の人、見てるのなんか、モヤモヤするんだよね。モヤモヤする？気になってるってことなのか？でもモヤモヤするっていう言い方的にはなんかあんまり好きじゃない、いい方の感情じゃなくないか？この子か？この子、シナモンちゃんっていうの。可愛いでしょ、シナモンちゃん。チャームポイントはお尻よ。ふふふ。チャームポイントお尻なの？君もお尻がチャームポイントな感じしますけどね。君なんかお尻チャームポイントな感じ。君も結構可愛いけどね。キュートなお尻のバニーちゃん。シナモンちゃんじゃん。君はモヤモヤする理由分かったかも。いや、やっぱりなんでもない。何？何何何何？気なんだ。モヤモヤする理由。やっぱこっち、
お尻こっちなんじゃないのっていうことなんじゃないの。お前そのモヤモヤなのか、モヤモヤなんかムラムラしてんじゃないか、お前もしかして。お前ムラムラしてんだろ絶対。おいムラムラしてるぞあいつ、気をつけろよ。かわいい。昔ティーンエイジャーたちがあるモンスターの角に飾りをつけていたずらしたことがあった。ティーンエイジャーよくないな、ティーンエイジャーよくない。ま、え、待って、モンスターの角に飾りつけたっていうのはさっき俺戦ったぞそいつと。あいつの飾り外して、ティーンエイジャーやっぱよくねえな。なんだ、ポップティーンか、ティーンモデルたちがいたずらでやったってことか。インスタ映え狙って結局ポップティーンのモデルたちがやったってことか。町の人たちはそのモンスターを慰めるためにプレゼントをあげるようになった。それ以来木を飾りつけてその下にプレゼントを置く習慣が生まれたんだ。あ、そうなんだ。でも実際日本のクリスマスの木に飾るとかのさ理由とかも俺わかんないからな。なんとなく子供の頃にそういうのを経験してそのままなんとなくやってる感じするもんな。おっさん、お前さ、俺と同じで子供だろ。ああ、まあ確かに子供です。横島のシャツ着てからすぐ分かったぜ。え、あ、え、あ、ほんとだ、恥ずかしい。なんかちょっと恥ずかしい、横島のシャツ、おそろ恥ずかしい。お前それシャツだったんだ。グレッグみたいなやつ。お前それシャツだったんだ。丁寧に飾り付けられたツリーだ。プレゼントの中にはサンタから。ああ、ここの世界でもサンタさんは変わんないんだね、存在は。町の住人に当てたものがある。なんか一個ぐらいパクってもいる、怒られんじゃない、なんか許されんじゃねえのかな。お、来た、グリルビーズ。あ、ここか。クマさん、この町には町長がいない。何か問題が起きればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。魚の女の人、サンズかファビルスがってこと。政治ってのはそういうもんさ。政治ってのはってことはやっぱなんか序列は明確にあるっぽいよね。偉い人とかがやっぱ、まあまあボスモンスターとかも絶対アズゴアみたいなやつはもう確実に黒幕だと思ってっから。入っていいのかな、グリルビーズ。おお、人気店に、あれなんか一面いない。一面いつものメンバー戦った一面たちいない。なあなあなあ、昨日の敵は今日の友達ってことなのか。うわ、おい、寄生獣でしか見ないよその感じ。お前寄生獣でしか見ないよ、寄生獣第一巻の初めの方よ。本当にバグリって行くシーンよ。この店ではどこに座るかよく考えた方がいいっす。下手するとあのでかくて人懐っこい犬が膝に飛び乗ってくるっす。あいつね、巨大鎧ワンコね。私らはこの町を守る兵士さ。なのにみんなからないがしろにされてるさ。あのスケルトン兄弟も骨ぐらいくれればいいのにさ。私ら骨が大好きなのさ。まあお前らはな、ラブラブだからな。なんかいいよな、ダーリンとハニーなんだもんな。いいよな、クレヨンしんちゃんにもいたよな。あの二人好きだったな。ん、ん、何グレータドッグ、この時間は、あ、お前と関わる時間全部無駄なのよ、グレタドッグ。お前と関わってる時間何も俺に対何もないの、何も入ってこないの、お前とね。わかる、グレタドッグ。分かってないね。もう話しかけない、行っちゃうからな。じゃあな。そして動くなって言ってた。スパイク付きの首輪をして自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ。あ、首輪、なるほどね。あ、いるよな、なんか女の子でたまにつけてる子いるよね。紐をつないで散歩に連れてってください。つ、自己主張だ。あ、いいな、連れてってあげるよいつでも。加えてんな、ちょっと待って、新キャラたち話していい。これはミミッキュみたいな。どの店でも同じメニュー、来てる客も同じメンツ。たまには違うドリンク飲んで、ホットな男子と出会いたいの。あ、そういう系の狙ってる感じなんだね。あ、まあたまにはいいじゃん、後ろの人も一人だよ。この人は、そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろ。聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいぜ。腐るな、確かに。しかも食べると体の中を上から下まで移動するんだってよ。気色悪いな、いつか食ってみたいよ。お前声綺麗だね。都は人が増えすぎたんでみんなこの町に移住してくるって話だ。でも人間っていうのをなんとなく今のやつは理解してたっぽいけどな。俺的には地元の伝統を汚されんのはごめんだね。
でも都会の気取った連中が雪道で滑ってこけるのは見物だな。あー、わかるわかる。あのね、俺もね、道民だからわかんのよ。やっぱ道民にしかわからない雪、氷の感覚、雪の感覚っていうのがあんのよ。あ、ここの氷道はこの歩き方っていうの、道民だったらわかるよね。なんかさ、道路がさ、氷バッてあってたら、あ、この歩き方すれば大丈夫っていう時あるよね。分かってねえんだよな、北海道民以外のやつら。分かってねえんだよな、普通に堂々と歩いてすってんコロリンってなって、ちげえのよって。そこでマウント取るわ、道民マウント俺が取ってやるわ。くだらら。そこにいる犬たちはロイヤルガードのメンバーだよ。リーダーはアンダイン。あ、なんかパピルス言ってたよな、アンダインって。アンダインは偉そうだし、うるさいし、気に入らないやつには暴力を振る。おーおー、分かりやすいやつ。でもちょっとたまに優しいみたいな感じなんでしょ。もう DV よ、結局 DV アンダインなんだ。あー、いい、アンダインに会ったら言っとこう。あー、お前が噂の DV 男ですねって。あー、なんだてめえって言ってすぐ殴ってきそう。子供たちが憧れ、憧れんの。そんな男に憧れちゃダメよ。強い男に憧れるのはいいよ、すぐ暴力振るのは良くない。当然じゃないよ、優しい人が一番なのよ。結局今日女の子を釣りに行ったんだ。女なんてちょっと釣り糸垂らせばすぐに引っかかるって聞いたからさ。あー、うん、意味違うと思うけど、その釣りじゃないと思うけど、川に女の子がいるのは疑問だけど、釣れたこと愛を育むつもりだよ、たとえそれが魚でもね。うん、もしかしてあなた、あの釣り竿になんか番号書いてた人ですかね。あれ全然、あ、引っかかっちゃった俺。そう思ったら俺、グレーターの子、俺引っかかっちゃった。なんだそれ。君は一人ポーカー、楽しい一人ポーカーやろうか、一緒に。俺ポーカー好きだから。負けている。床に落ちてるから拾ってあげよっか。なんか独特なやつら多すぎんな。なんだこのメラモンみたいなやつ、異世界に行ったメラモンみたいなやつ。なんだグリルビーがね、この店では水はお出ししません、水は身を滅ぼしますって。あ、言ってるんだね、これグリルビーって、こいつね。あ、そういうことか、喋んないんだね。ちょ、これ出てっていいのか。何にもなかったな、この店。なあ、お前らと喋ったはいいもののよ。これなんだ、これはジュークボックスは壊れてんのかい。じゃあこの BGM は何なんだ。いきます。お、お前マフラーのサイズ間違ってない。なんかもっと短いのでよくない。いや別にバカにしてるわけじゃない。お前マフラー長ない、踏んじゃうんだけど。お前おもろ、マフラー長。みんな笑ったりギャグを言ったりして、目の前の問題から目をそらしてる。うわ、なんか深いこと言い出すな。単調な毎日、人口密度の上昇、日当たりの悪さ。うわ、なんか、重い、テーマ重い。私もそうやって嫌なことを忘れられたらいいんだけど、お笑いのセンスがなくて。十分よ、十分あんのよ、マフラーの長さ。お前おもろいのよ。もう君は地底の世界にはいろいろと問題もあるけれど、それでもみんな笑って暮らしてる。なんでって、どうせ何もできないんだから文句言っても仕方ないだろ。あー、まあもうその場所にその暮らしがあんだったら、そこに合わせるようになるってことだよな。自然と上か右、右に行こう。あ、来ました。なんかでかいな。え、図書館になってるよ。ねえ、この町スノーフルの町長さんいないって言ってた。誰に言えばいいんだ。図書館じゃない、図書館になってるよ。図書館になってますよ。ここは図書館だよ。あー、分かってる。表の看板は字が、まち、あー、わか、あー、な、ま、うん、ま、わかって、恥ずかしいな、じゃあこっちが。なんかもうわかってる、もうみんな知ってることに俺大声あげてたもん。図書館になってるよ、この街、文字間違ってるって大声で今入ってきたら、みんなわかってたみたいな。ちょっと俺気まずい感じになっちゃってんな。あと、え、なんか、入ってみたら狭ない？なんだこいつ、マイクみたいなやつは。その目つき、君はお子様チャレンジのパズルに手こずるタイプだね。お子様チャレンジの、いや別にそんな手こずんなかったけどな。新聞を作る仕事はとても気に入ってるわ。ここではニュースなんてほとんどないから、載せるのは漫画やパズルばかりだもの。いいな、漫画やパズル。でもな、なんか子供の頃ってさ、新聞、まあ読んでる子たちもいるだろうけど、俺あんま読んでこなかったからさ、大人になってくるとね、新聞って読みたくなるしね、あったら読んじゃうのよ。大人になるって自然と、何、なんか別にさ、読もうって思ってるわけじゃなくて、自然となんかニュースとか気になったり、家今世間がどうなってんのかとか、大人になるってそういうことなんだろうな。
はい、深いこと言おうとした結果薄っぺらいこと言ってる。子供の頃、学校で自習の時間によく文字探しをやらされてたわ。はっきり言って時間の無駄だと思ってた。俺もやりましたよ、文字探し。なのにおかしなものね。今じゃ私、地底で一番の文字探し作者なんですもの。そうだな。自分興味ないこととかやってたのに、気づいたらその仕事についてたみたいな。わかんねえものだよな、ほんと人生っつうのは。俺だってな、ゲーム実況者にこうやって今なってるなんて前は想像もしてなかった。なんとなくなっちゃってた。ゲーム実況者になるって何？ゲーム実況者おかしくない？やっぱりね、ゲーム実況者って存在おかしくない？自分で言うのも変だけどさ、実況者って、いや、やべえやつしかなんねえと思うわ。ゲーム実況者になってるやつってやべえやつしかいないと思う。俺普通の思考ではなんないもん、絶対。普通の人間だらねえから。ゲーム実況者の中でも真面目だよねみたいな、真面目なやつなんもそもそもゲーム実況者になんねえって思うからな俺。学生が書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめた。弔いの儀式、モンスターの組織は専門的観点から見てもめちゃかっこいい。若者が書いてんのか。めちゃとかあんま使わない、こういう図書館に飾ってる本で。飾ってるじゃねえな、ある本か。モンスターは年を取ってポックリいくと体が塵になる。あ、モンスターそうなんだ。葬式ではその塵を個人が生前大事にしてたなんかの上に巻く。なんかっていうな。そこだったら物とかでいいじゃん。個人が大事にしてたものの上に巻くとか、なんかってあんま言うな。こうすることで個人の心がそのなんかに宿るのではない。なんかって言ったらさ、なんか弱い言葉、なんかあんま響いてこないのよ、なんかだと。指定の枚数になったかな。これ以上書きたレポートだったんだな。大学のレポート、誰かのレポート、ここには飾ってんの？どういうこと？指定の枚数になった。俺もやってよ、レポート。俺のレポート必殺術皆さんに教えますね。俺も大学卒業論文とか書いてるんで、卒論書いてるんだよね。技を教えると、まず前半にバッて書くじゃん。前半書けるじゃん、前半。で、前半に書いたことを最後にももう一回書くのよ、文字稼ぎで。多分うちの教授はもう前半の部分忘れてんじゃねえかなと思って、もう一回前半であったことを丸々後半に持ってくんの。そしたら文字稼ぎになるじゃん。それで俺提出しました。そしたら教授に言われたんですよ。あのさ、君さ、前半で書いたことそのまま最後に書いてないって。バレました。何も役に立たない技でした。以上。モンスターの体は魔力で構成されているが、人間の主成分は水である。あ、そうだな、人間ほとんど水っていうもんな。なんかさ、80% ぐらい水なんだっけ。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力だ。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。知らないです、魔法っていうの使えない俺も。玉を並べてお誕生日のお祝いメッセージを綴ることすらないのである。何それ、魔法使いて。俺も、私は今こうして本を書いてる。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。キヨペが取りましたよ。そして読みましたよ。おっと、失礼、その本はまだ書きかけだ。あ、今この子が喋ってた。この子ってか、このおばさんか。書きかけなんだ。魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスター防御力が低下する。はい。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは大きくなる。そういうことなんだ。じゃあいわゆるさっきのアンダインとか結構残忍だから受けるダメージ大きい。あ、敵が残忍。あ、そっか。アンダインは別にそういうわけじゃないのか。したがって強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると、はい、アンダインバーサス優しいモンスターが戦ったとしたら、気がめいる話はこのくらいにして、ケーキのレシピ違うよ。もうそこまで書いたんだったらもう気めいってるやつしか読まないから。なんか気になってうわ、なんか気めいるなとは思いつつ気になるってやつしか読んでないから。きっと第4巻から読むな。人間の脅威から解放された我々はホームの街を後にした。ホームの街、まさかあのホームか。ネーミングセンスずば抜けてない名前の付けられたホームか。寒さの厳しい沼地を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく現在の都がある場所にたどり着いた。あ、現在の都。そこはニューホームと名付けられた。ダッサ、いや、ホームよりはいいけどダッサ。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。いや、本当だよ。愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものでできているとされる。しかしそもそも魂とはどういうものなのかよく分かっていないのが現状だ。
何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるのだ。まあ俺は持ち続けたまま進んでいきたいな。愛希望とかをちょっと右の方に行ってっか。あー、汚いな。ねえ、これもうさ、こっち入られなくなったから新しいの作ったの？開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まってる。この郵便受けにはパピルス、パピルス？パ、あ、空っぽか。パピ、これサンズじゃないか？なあ、性格的にサンズじゃないか？こんなに下手でもなんかもう取るのめんどくせえみたいな、サンズじゃないかこれ。ってことはこれ鍵が、これパピルスの家ってことなのかな。ちょっと待ってね、こっちは内側から鍵がかかってる。一個さ、上にも行ってないかしら、右なのかどっちかが正解なのか分かる。結構戻っちゃったな。3つ欲しいな、間にも。ちょっと上の方も見てみよっか。で、上行って進みそうだったら右に行くみたいな感じで。あ、広いんだね。ねえねえ、モンスターと人間ごっこしようよ。いいよ別に、俺人間だけど君モンスターいいよ。どうすれば、どうすればいいの？君たちの想像してる人間のイメージ教えてほしいわ。やっぱ残酷なやつって思われてんのかな。ああ、もう君と君でやるんだね。僕また人間やるの？やだよ。あ、やだよ、俺人間やってあげる、人間だから。ああ、幼い頃は世界が果てしなく広がっているように見えたものだ。まあそうだよね、意外と世界って、世間って狭いんだよな。俺もそう思うわ。ああ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。ああ、いいよ。ああ、辛抱強く待った甲斐があった。いや、そんな待ってないだろ。短めのスパンでどんどんどんしたよ。はあ。じゃなく、結局お前、見せろ姿を。こっちはなんだい？なんだあいつ、何してんだ。おお、なんだ、氷を投げて、なんかこっちの方に、何の仕事それ。氷をひたすら投げるし、それし、何の仕事。別にさ、これ思うんだけどさ、この小屋、このその装置が、装置と小屋ごともうちょっと右にすればさ、君が投げる必要なくない？氷がそのままさ、水にポチャンって落ちてくようにすれば。別に君がそこにいる必要なくなってくる、楽だと思うんだけど。いや、ごめんね、仕事してるのに、なんか話しかけちゃった。ごめん、なんかうざいよね。ごめん、ごめん。なんだここ。何もない。怪しいな。しかも BGM もない、静かだ。ここなんか後々来そうだよね、ここ。イベントがなんか起こりそうだもんな。ちょっとじゃあ、とりあえず右の方に行くか。よし、セーブしたから右。なんかでもサンズとパピルスが見なくなったな。どこにいるんだ、あいつらは。で、あー、氷、あれ？この氷、あれ、さっきの投げてる。BGM が途切れたぞ。なんだ？なんだ？え、なんか、歩いてくと、霧がかかって、なんか高級絨毯の柄みたいな霧かかってる。みんな、高級絨毯の柄みたいな霧だよ。もうツッコミわけわからん。高級絨毯の柄みたいな霧。難しい言葉。何も見えない、もう勝手に進んでんだけど。あ、なに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 、キュッペ、あ、あ、パビルス、なんかいつもと違う空気な感じすんな。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。それは自分と同じようにパスタを愛するものを見つけた喜び、自分と同じようにパズルが得意なものへの憧れ、イケてて頭もいいやつにイケてると思われたいという願い、これこそ貴様が今抱いている感情だな。いや、違いますけど。え、違いますよパビルス、何も抱いてないよ。特に何も抱いてない今、感情としては。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、
パビルス、多分それお前の感情なのよ。自分の思ってることを、俺のせいみたい、お前が思ってるみたいな空気やめて、パビルス。俺思ってないから。何しろ、俺様は偉大なるパビルス様だから。友達がたくさんいる奴の気持ちなんて、普通に知ってるし。いや、あんまそういうの言わん方がいいぞ。パビルス友達いないんだろ、きっと。わかるぞ。孤独な人間よ。貴様は哀れだ。だが、案ずるな。俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。パピルス、これはもう仲間ルート来てない。パピルス、この偉大なるパピルス様が貴様の友達にか。パピルス、なろうぜ。ダメだ、パピルス。人間とモンスターは昔そういう歴史があったかもしれないけどよ、今生きてんのは俺らだぞ。今を生きてる奴らの意志っていうのも大事なんじゃないか。過去にとらわれすぎるな。やはりこんなことは許され、俺様は貴様の友達にはなれないのだ。貴様は人間、俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば俺様の長年の夢が叶う。強くて人気者で有名人、それがこのパピルス様、じきにロイヤルガードの一員になる男だ。パピルス、戦うのか。もうわかるぞ俺は。パピルス、お前は戦う気がないっていうのは俺はわかる。友達になろうぜ。俺は戦わねえぞ、パビルス。俺は絶対にお前と戦わねえ。絶対に友達となる。俺はそう決めた。一度決めたから揺るがない。まずは行動でパビルスを口説く、侮辱する、分析すっか。え、アタック20、ディフェンスにか。結構強いな。ニャハハが口癖。確かにあいつはよくニャハハって言ってる。どういう攻撃いける。ニャハハハハ。パビルス、パピルス、お前の攻撃当てる。待った、これ今見た感じなんかトリエルの最後と似てないか。お前さ、戦いたくないんじゃないか、本心ではよ。今俺に攻撃する気ゼロじゃなかったか。パピルスはニャハハハーと囁いた。くどいてみよう。え、俺様をくどいてるの。ついに貴様の本当の気持ちを明かしたな。だが貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか。スパゲティ作れます。何の取り柄もありません。スパゲティ作れるよ俺も、パピルス。いや、何の取り柄もないって言った方がパピルスとしては、俺スパゲティ作ってやるって。いや、一緒に使えな、作れるよ。なんと貴様は完全に俺様のタイプだ。ということは貴様とはデートをしないと いけないな。ではデートしよう。貴様を捕まえた後でな。どういうことだパビルス。貴様を捕まえた後でデートするってどういうことだ。お前も攻撃当てる気ないじゃん。デートに着ていく服をか。もうやめろやめろ。逃がしてみる。なるほど、戦うつもりはないんだな。では俺様の有名な青攻撃を食らえ。お、これは来んのか。なんか青攻撃動かないってことでしょ。これはサンズに言われたもんな、青攻撃っていうのはちゃんと覚えとけみたいなの。当てる気もない感じだよな、こういうもう分かりきった攻撃してるってことは。あ、なんだ、うわ、なんだ、あ、なんだ、え、待って、わかった、今ちょっとね、操作。貴様は青くなった。勝手に下に下がる。もういわゆる操作がマリオ系になってんだ。自分でジャンプするんだ。で、勝手に落ちてくと。これがパピルス様の青攻撃だ。にゃははははは。青くなった。なんだなんだ。おいおい、 BGM も盛り上がってきたな。さあどうしようか。見逃すわけにはいかねえけど、ここでもう一回くどいてみっか。パピルスは戦うのに夢中で、くどいてもリアクションがない。デートしよう。貴様を捕まえた後でな。なるほど、これは飛べばいいってことなのか。あー、なるほどね。さっき
きの段階では当たんなかったけど攻撃が、この青になった青攻撃された後は、なるほど、攻撃されるようになるのか。パビルさん耳の後ろに防音コロンをつけた、これ匂いをつけてるってことなのか。あー、まあ、これは見逃し続ければいいパターンなのかな。攻撃で当てるふりしてみっか。はっ、デートのことなど考えていない。考えてるだろお前、デートのことしか。だってお前耳にコロンつけ始めてんだろ。危ない危ない危ない、これ危ない危ない危ない。面白い面白いけどギリギリだな。ファビルさん耳の後ろに止まる、それやんない方がいい、それやんない方がいい。え、なに、モンスターの世界ではそれおしゃれだ、それやめた方がいいよ。人間の世界の価値観のズレっていうのがさ出てきちゃうから、それやめた方がいいよ。だったら行動ファビルス、まあ侮辱、侮辱はあんましてあげたくないけど全パターン見たいよね。あー、もう全然リアクションないんだね。俺様にスペシャル攻撃を使わせるなよ。はい、あ、はいはいはい、早めにジャンプ、2個ジャンプとかも大事になってくるわけで。お、面白い、これ好きだよ。パピルさん耳の裏にメタブランドのイケメンクリームを塗った。全部耳の裏に集中させんね、ごちゃごちゃになっちゃわない。なんかさ、匂いとかも手首とか膝の裏とかでもいいんじゃないかなって思うんだけど。じゃあ見逃す逃がす、俺様は人気者になる、もうすぐだ。人気者、俺のことを捕まえてってことだろ。ただお前はその捕まえるっていう感じよりもこれ無視。うわ、無視できなかったか今。うわ、早い早いな。パビルさん耳の後ろにメタブランドのアニメパウダーを払いた。お前パビルス、お前の耳の裏今どうなってんのか見せてもらっていいかな。なんか多分いろいろ混ざって変な色になってると思うのよ、匂いも。つうことはこれは多分戦わないでひたすらにこれでストーリーが進んでいく気がする。この俺様がロイヤルガードの隊長になる日は近い。戦う気ないもんなパピル。うわぁ、オープンだ、オープンだ、オープンだ。パピルさん耳の後ろにメタフーズのイケメンジュースを塗った。あ、ジュースも塗ってんの、メタフーズ人気なんだね。ちょっととりあえずこれで進んでって何も起きないようだったら行動を変えてみるか。比類なきスパゲッティ屋であるパピル様が隊長になるのだ。どうくる、はいはい、動かない、こっちからジャンプする、どっちからも見れるようにしたかったな今。まあでも体力はまだ大丈夫だな。パビルさん耳の後ろにメタブランドのモテモテスライムを塗った。ねえねえパビルさん、お前きっと今耳の裏気持ち悪いことになってると思うんだけど、触ってみ、絶対気持ち悪い感じになってるから。なんだったらもうポタポタ垂れてるよ。アンダインもきっと喜ぶ。アンダインか、アンダインもそろそろ会うのかな、いつか会うってことだよね。まあ最後の方とかなのかな。こっち飛びの逆からも来るとか考えた方がいいよな。逆からも来るとか考えた方がいいとして、オッケー。耳の後ろにメタフーズのビューティーヨーグルトを塗った。もうそれ何、え、どういうことな、もう全部耳の後ろになってるけどさ、もう耳の後ろ以外考えるのめんどくさかったのか。王様は庭の木を俺様の顔の形に刈り込むだろう。いいな、それぐらいの存在になってほしいな。うわ、むっちゃ、なるほど、これ真ん中か、真ん中臭いな、これ今真ん中でよかったっぽいな。パピルスは自分には耳が…パピルス…パピルス…しょうもねしょうもねクリリンみたいな、クリリンみたいなのいらないのよ、俺鼻ねえんだみたいな、クリリンねみたいなんだから。そして我が兄は多分いつも通りだろう。危ない、真ん中ジャンプ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 、これは簡単だね、これはこのパターンは真ん中だな。パピルさん骨攻撃が基礎になってる、見逃し続けてみるか。ファンが大勢詰めかけるぞ。でもはい、こっち右、右にジャンプ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 、オッケー。骨攻撃の準備、なかなか骨攻撃してこないね。これなんかした方がしてくんのかな。貴様ほどすなすぐ俺様を思ってくれるやつはいるのだろうか。あ、攻撃に対してちょっと戸惑いが出てきてる、戸惑いが出てきてるな。はい、真ん中少女、うわ少女難しいな、少女ちょっと難しい、動くパターン、動くパターンはむずいって。回復そろそろするか、回復次食らったらするか。パピルさん間違えて骨じゃない攻撃を準備、後始末で時間を無駄にした。パピルス、もういい、もういい、戦わなくて、友達になろうぜ、もうお互い分かってるはずなんだからよ。貴様のようなやつはなかなかいないだろうな。攻撃が早い、危ない、ハブル下がっていくパターン難しい、下がっていくとき次も下がっ、オッケー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 、
骨をガタガタ言わせる。そろそろなんかちょっと進んでる気がするよな。見逃そう。今後は気軽にデートもできなくなる。そうだぞパピルス、危ない。これはダメだ。ジャンプ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 、オッケー、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない。パピルスはケタケタ笑ってる。ケタケタ笑ってる。友達になりたいんじゃないか。バカバカしくなったか。この戦いがバタバタしくなったってことは、バタバタしいってなんだ。それでも貴様を捕まえてお城に連れて行かなきゃならない。そんなことしなくていいぞ。あー、やばい、ちょっと危ない、ちょっと危ない、死ぬかもしれない。次回復、次回復。ガタガタ言わしてるんだったら、ナイスクリームよりはバビコ使うか。バビコ使う、バビコ半分食べた。あ、これ2回使えるってやつか。俺様は何を考えてるんだ。貴様、さっさと降参しろ。悩んでるね、ファビルス君。ファビルス君悩んでるようだね。開いた時、開いた時、オッケー、うまいね。ファビルスは骨攻撃、また骨攻撃の準備か。これ戦うでさ、戦うフリーでもさ、同じなのかな、積み方は。あ、一緒っぽいな。降参しないとスペシャル攻撃をお見舞いするぞ。スペシャル攻撃してきていいぞ。オッケー、ここでかわすか。ここでかわして、オッケー、いいねいいねいいね。ゆっくりになってきてる、攻撃がゆっくりになってきてるよ。パピルスは必死にスカした態度を取ってる。お、スカした、あ、スカ、あ、なるほどね、スカるだけにか。逃がそう。いいか、俺様はもうすぐスペシャル攻撃を発動するからな。さあやってこいよ、そのスペ、いや、ここちょっと早いか、俺の判断が。あーい、スペシャル攻撃がそろそろ来るのか。ずっとお前スペシャル攻撃スペシャル攻撃って何もしてきてないけど。もうすぐだ、もうすぐスペシャル攻撃が炸裂するぞ。いや、お前絶対しないだろ。もうここら辺待って、奥、次こっちから待って、ナイス、いいね。間違えて骨じゃない攻撃を準備。いや、同じ、さっきもそれやってんのよ、ファビレス、骨じゃない攻撃。これが最後の計画だ。この後スペシャル攻撃だからな。真ん中真ん中真ん中、ちょっと危ないな、急になってる。あー、まだもう一回ぐらい、もう一回、もうそろそろな気がするけどな。もうなんてスペシャル攻撃どれぐらい強いんだ。くらえ、俺様のスペシャル攻撃来た。なんだ、飛ぶか、何が、うわーい、それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。な、あ、そ、ほ、どういう、な、な、俺の理解で言っていい？ファビルスがやろうとした骨攻撃の骨がそこら辺にいたワンコに取られて、スペシャル攻撃ができなくてワンコがスペシャル攻撃するみたいになっちゃってるってこと？おい！そこらアホいる！聞こえてるのか？その骨をかじるんじゃない！やめろ！何を！うわ、おい、やめろ！俺様のスペシャル攻撃かっこ返せ！仕方ない。こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を使うしかないな。あんなに時間かけててお前はお前だな、パピルス。やっぱり俺はお前のことを攻撃できねえよ。ああ、では行くぞ。何の変哲もない通常攻撃。通常攻撃、何の変哲もないけど危ない、そろそろ危ない気がする。これは、これは危ないぞ。パピルス長い、パピルス長い、パピルス長いわ、パピルスは通話、パピルス、パピルス長い。貴様は弱すぎる、こんな簡単に捕まえられるとはな。これから貴様をプリズンゾーンに閉じ込めてやる。兄ちゃんが言うところの、俺今食らったってことなのかな、ゼロに HP なってないってことは。うちのガレージだ、貴様は犬小屋行きだぞ。にゃはははは。俺犬になった？いや、終われねえわ。セーブポイント、今言うと一瞬動画終わろうかなと思ったけど、セーブポイントねえから終われねえわ。小さすぎてこの上では眠れそうにない。押すとキューキュー音がするおもちゃだ。残念ながら、ただの仮、犬扱いすんな俺を。パピルスの書き置きだ。悪いが、案内が来るまでこの宿でおとなしくしておいてもらう。ごゆっくりおくつろぎください。お食事と休憩場所もご用意しました。にゃーのあー、優しいな。これ通れんじゃないか。おいおい、パピルス、パピルス、いつもなんか設計がおかしいのよ。普通に照れちゃってんな。
あー、そういうことか。俺あれなんだな、きっと。クラ、HP が1になっちゃったらだ、回復ちゃんとするべきだったんだ。でもこの後さ、どうなるんだろう。ここもういけるようになんのかな。パピルスがいんのかな。あ、いそう。あ、同じなのかな。でも一回捕らえたっていうままになるんだよね、ストーリー的には。まったく、あの人間はどこへ消えたのだ。ん、目の前にいるではないか。まあ、迷子になったかと思って心配したんだからね。はあ、よかった、こんなところにいたのか。で、違う、牢屋から勝手に出たらダメでしょ。早く戻って。パピルス、ダメだ。こいつ、こいつめっちゃいいよな。ファビレスのすべ、俺もしかして今負けてもなんかこれが見れるんだったらよかったのかもしれない。難しいなアイテムが。やばい、また同じ未来が見える。また食らってしまう、また食らってしまう。終わる、助けて。攻撃って書いてた今、何この技。回復が、回復が欲しい。あ、なんか浮いて、浮け、なんだ、なんかわかんない。これどうなってんの。これもなんか回復したいんだけど俺も。あ、これ待って待って、進んでる。食らうよ、食らうよ。これ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 、これ終わったんじゃない。ファビルス、HP ギリギリ1残ってる俺。どうだ、わかったか、貴様に俺様を倒せん。見ろ、ブルブル震えてるではないか。ファビルス、お前じゃないのかそれは。ではここで偉大なるファビルス様が情けをかけてやろう。人間よ、貴様を逃がしてやるぞ。今なら見逃してやってもいいよいと言っているのだ。逃がしてくれるようだ。パピルス、友達にはなれねえのかな。パピルス、にょほほほ、貴様のように貧弱なものすら、貧弱なものすらか、倒すことができないとは。アンダインに呆れられてしまうな。俺様がロイヤルガードになんてなれないし、友達の人数だって増えはしないだろう。パピルス、友達になろうぜ。え、本当に俺様のお友達なってくれるの。それなら特別に貴様許してやってもいいだろう。デートに行く前からお友達止まりだなんて、さすが俺様。友達を作るにはダメダメなパズルをやらせてバトルをすれば、バトルをすればよかったんだね。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここをとっても良いものとする。それと地上に出る方法だって教えちゃうぞ。パビリス、それはあんま教えない方が、あんま教えない方がいいかもよ。パビリス、自分の身のためにあんま教えない方がいいかもよ。このまま進んでいくと洞窟の終わりに着く。そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアを抜ければ。あー、でもそこは守ってるやつだったりボスキャラとかがいるってことなんだろう、きっと。パピルスみたいに優しいやつはいねえんじゃねえのか。バリアは我々を地底の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側にいるのは、あー、こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。あー、人間でもな、こうやっていいモンスターたちがいるって分かったからさ、もう一度一緒に共存していけそうな気はしちゃうけどね。でもそっか、王様たちとか、そのいわゆるアズゴアンダインとかは人間を滅ぼそうっていう、復讐しようっていう気持ちを持ってる可能性もあるわけだもんな。あ、それともう一つ大事なことを言い忘れてた。出口にたどり着くには王様のお城を抜けないといけない。
すべてのモンスターを滑る王。彼のことは誰もがなんだ大好きなんだ。王様はモフモフしててすっごくいい人だよ。すっごくいい人なの？王様すっごくいい人なの？え？お、え？大体そういう時の王って人間なんか、え？すっごくいい人なの？だからきっと心配ないよ。ドリーマーさん、お家に帰らせてください。でお願いすればドリーマーさんバリアのところまで案内してくれるはず。そんな王様そんな簡単に言うの？あ、俺らも外出れるしまあいっかみたいな感じ、そんな感じなの？そんなわけで話が長くなったな。俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。いつでもデートしに来ていいぞ。にゃははははは。なんでもありにすんな、アンダーテル。おかしかっただろ、今どう見ても。行ってる、歩いてる。こっちがちょっと戻りたいな。アイテムも買いたいし、体力回復、セーブ、とりあえずセーブしてから一旦戻ろう、一旦戻ろう。バビコ絶対高くなってたと思うんだけど。あ、勇ましいバンダナ装備してなかった。